カリオピ、本名、カリオピブクレは、マケドニア共和国の歌手、作曲家である。ユーゴスラビア連邦人民共和国、マケドニア人民共和国のキチェボ出身で、民族的には、アルーマニア人である。カリオピブクレは、マケドニアのキチェボにて、アルーマニア人の家に生まれ、幼い頃より音楽への関心が高かった。1976年、9歳の頃マケドニアの児童、 音楽祭、ズラトナスラベイチェに参加し、テレザケソビアのテベマイカチェカを歌った。1978年から1980年に、かけてザプロザプロフ、ラズビゴルチェが師匠団ともに、チェコスロバキア、スロベニア、オーストリアなどを回った。その後、4年間にわたり、声楽の教育を受け、1984年に、ブラゴヤ・ニコロフスキー音楽アカデミーに進学した。 同じ年には18歳にして、ユーゴスラビアの歌唱コンテストで3位入賞を果たす。その後、自身の名を冠したバンドを結成し、初のシングルとなる、トミとメダナモッチバーデスが発表された。1985年、バンド、カリオピとして、音楽祭、オパティアフェスティバルに参加し、最優秀パフォーマーに選出された。1986年には、バンドとして、 初のアルバム、カリアッピーが ZKPRTLJ より発売された。同年、スプリットフェスティバルに出場して、ダー・モー・ラ・ザ・ナを歌い、最優秀新人賞を受賞する。この曲は、ユーゴスラビア各地のラジオでたびたび流された。1988年、ザグレブにて制作した2枚目となる、スタジオアルバム、ロー・ジェニーが発売された。このアルバムには、 カリオピの初期の代表作が数多く収録されている。この成功により、バンドは数多くの音楽祭やテレビ番組に出演するようになり、ユーゴスラビアのみならず、ソビエト連邦などでもツアーをした。しかし、人気の絶頂期にあったこの時期に、カリオピはスイスに移住してバンドは解散。彼女は音楽業界から退いた。一旦は、 音楽業界を退いたカリオピであったが、1996年には、スコピーエフェストに、楽曲、サモティアイで参加して優勝し、復帰を果たす。この優勝によって、ユーロビジョンソングコンテスト1996の、マケドニア代表権を獲得し、同大会の予選に参加したものの、本戦に進むことはできず、マケドニア初のユーロビジョンソングコンテスト参加は、実現しなかった。 これ以降、カリオピは音楽活動を再開し、自身の楽曲の制作や他の歌手のための作曲に取り組んだ。1999年には3枚目のアルバム、オボイメが発売され、プロモーショナルツアーを実施した。2001年には、次のアルバム、アコディノトミー・イーノックの制作に、ダルコ・ディミトロフが加わることが明かされ、また、同名のシングルや、プロモーションビデオの発表。 プロモーショナルツアーの実施に加えて、アルバム発売に合わせて、カリオピの復活劇を描いたドキュメンタリーが、テレビ放送されるなど、精力的にプロモーションが行われた。2002年には、同年のユーロビジョンソングコンテストの、マケドニア代表選考に参加するゴルギ・クルステフスキのために、ザシャモエデンデンを制作し、クルステフスキのバックボーカルとして歌い、5位に入賞した。この年、 ライブ音源と2曲の未発表曲を収録したアルバム、ナハミラ、カリアッピーライブアンリリースドが発売された。2003年には次のアルバム、エヌイミゴーゼマジベレメイトが発売される。アルバムでは、ロマ歌手のエスマレジェポバやマケドニアの俳優バシル、ザフィルジェフとの共演に加え、マケドニア語の他に、セルビア・クロアチア語の楽曲が収録され、 旧ユーゴスラビア地域に対してもプロモーションが展開された。その後、自身のアルバム制作や、カロリーナ・ゴチェバやエレナ・リステスカ、マーヤ・グロズダノフスカ・パンチェバなどの歌手への楽曲の提供のほか、クロアチアのザグレブやスプリトでのコンサートやモンテネグロのスンチャネスカレ2006への参加などを旧ユーゴスラビア各地でのコンサートや音楽祭への参加などを通じて、 マケドニアを代表する歌手として、ユーゴスラビア諸国でその地位を確固たるものとしていった。ヒット曲をクロアチア語で歌ったウェストバンと、新作、ゼロム・ティ・アイ・レッツという2枚のクロアチア語のアルバムも発売された。2009年には、ブドバフェスティバルやスンチャネスカレ、オパティアフェスティバルなどで受賞歴を重ねたほか、往年のユーゴスラビアのロックバンド、インデクシのトリビュートツアーに加わり級。 ユーゴスラビア各地を回った。また、2006年には、アルバニアの歌手、レディナ・チェロに、音楽祭、ケンガマジケ参加曲を提供した。翌年には、自らゲストスターとして、同音楽祭に、参加。2008年には、ヨニダ・マリチの参加曲、アンジェリン・ガーダを作曲して、同大会で優勝。ケンガマジケの史上で初めて、ヒアルバニア人の作曲による優勝となった。 2010年には、プロデューサーに、クロアチア人のダルコ・ユラノビッチと、ティホミル・プレラドビッチを迎え、ミロス・ラブルスやモンテネグロのランボー・アマデウス、スロベニアのマルコ・ボゼリ、ボスニア・ヘルツェゴビナのエディン・カラマゾブ・ガゲスと歌手として、参加するアルバム、ポラカが発売された。収録曲はマケドニア語と、クロアチア語で収録され、マケドニア以外ではクロアチア語版が発売された。 2011年11月、カリオピは、ユーロビジョンソングコンテスト2012のマケドニア代表に選出された。2012年5月に、アゼルバイジャンのバクルで開催される、同大会に出場し、マケドニア代表として歌う。ありがとうございます。